エラーダ、または、アダとは、インドのスイーツ、ケーララ州の伝統的な珍味である。米粉でできた生地と甘いフィリングで、米の粒が包まれており、これをバナナの葉で包んで蒸して、夕方のスナックや、朝食の一部として食べる。タミル・ナード州の一部でも見られる。ココナッツと米粉が、主原料で、砂糖、または、ジャガリーも用いられる。おなむの際には、 必ず準備される。プワダは、オナムの際の神への供物として、食用バナナの葉の先端を用いて作られる。ココナッツのフィリングとともに、シソ科のルカスアスペラの白い花を振りかけ、より縁起の良いものとなる。フィリングに、バナナが加えられることもある。スパイシーなオッタダは、マイダ粉と米粉を用いて作り、朝食に食べられる。マイダ粉を用いずに、 米粉だけで作ることもあり、蒸さずにじかびかフライパンで焼いて作る。着火バラティをフィリングとすることもある。また、ケーララ州の寺院では、礼拝に用いられるプラサーダとしても用いられる。ウィキメディアコモンズには、エラアダに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。